剣です。大変だ。とチャラチャラしたというか、お茶目なね。はい。ナイスボール。表ソフトがちょっと遅いだけに、このバックハンドがやけに速く感じる、はい、そうですね。このギャップが、はい、相手を困る。返ってくる。いましたけど、うん、なんか強くなってきましたね。そうですね。みんな選手、はい、いい経験をして、ね、本当に T2 いい機会でしたね。もっと珍しいかっていう迷いがあったのか。これは強い。あれー、お、うん、あの低いところからよく、そうですよね。サーブをわざと台から出したと、どこに来てもカウンター。おっと、バック。さあ、オフチャロフ、これで点をサーブに変えた。おっと、このパターン。少し最後はネットに引っかかりましたが、あっと集中力。このボールはしずすかさずサービスを変える。
選手とポーターの女の戦い、これは男の殴り合いみたいな本当ですね、うん、それも水谷選手がパーソンチームを勢いに乗せたようなところもありましたからね。ここで見てるんですけど、2人の身長が高いので迫力がありますね、うん、そうですね。おっとすごい、このバックドッ指を立ててごめんっていう感じのカールソン。オフチャロフはそんなこと関係なしに集中してます。おっと、うん、ナイスボール、ナイスマッシュ。出るとはい、違います。おっと、ナイスカウンター、よく手が出ました。カールソン勢い乗ってる。すっげえ、うん、大量リード、大量リードですね。そういった意味でカールソンはリラックスできてるんでしょうかね。かなり集中してます。したらネットの横から入ったか。あっと、すごい、すごい、おっと、5-3、カールソン日本リード。落ち着け。わあ、今の表のブロック。サルフ落ち着きましたよ。うん。4-7。カールソン。3本リード。どうもうまくいかない。そうですね。おっと、アップサーブ。
ボール、ボール、あのタイムアウトがオフチャロフにとっては良かったのかかもない。おっと、すごいチキータ。これはね、滑ってネットミスしてしまいます。伸びてこないからね、はい、あのだんだんこう下に落ちていくから持ち上げるのは大変。得意な戦術がうまくいかない。2-2の5ゲーム目です。すごいです。おっと、これこの1本取ればほぼ決まりです。そうですね。ナイスボール。もっと最後は見せるプレーか。はい、6-1オフィシャルフが取りました。結局ゲームカウント